石田博秀12月12日から1993年10月14日は日本の政治家、衆議院議員、通称は名をに読みした幕営。所属した自由民主党では1969年から1971年まで党内派閥の二日会を率いた。政務では、労働大臣、運輸大臣、内閣官房長官を衆議院では、 議員運営委員長などを歴任した。以下は肖像くらい、勲章は、組一等局実大受章。政界引退後の晩年及び死後に、ソビエト連邦のスパイであったことを指摘する情報が、複数発見されたが、立件されなかった。秋田県山本郡二水町で生まれ、大館市で育つ。祖父は、花岡鉱山を開発した、鉱山市。父は、 大阪造幣局の夜勤技師だったが、第二次世界大戦後に栄養失調のため死去した。早稲田大学政治経済学部に入学、在学中に恩師の吉村忠に連れられて、三木武雄の選挙応援に関わり三木の地遇を得る。三木の選挙戦では、選挙民に嘲笑されてはならないと父親の、フロックコートと山高棒を借りて、三木を自転車に乗せて、 街頭演説を行った。他に、学生消費組合に関連して、早稲田警察署に連行されたり、総大の正門前で、喫茶店を経営し利益を上げたりした。1939年に、早稲田大学を卒業して、中外商業新法に入社、政治部に配属されて、上海市局長や政治部次長を務める。1947年、 第23回衆議院議員総選挙に、日本自由党公認で、旧秋田一区から出馬し、初当選した。当選同期に、田中角栄、鈴木善光、中曽根康弘、増田光志七、中山正、松野雷蔵、荒木松夫、原田健、園田忠志、桜内義雄、根本龍太郎、中村虎太郎がいる。 当選後、引退増物資事件等を取り扱う衆議院不当、財産取引調査特別委員会の理事に就任し、片山、足田両内閣追及の先頭に立った。中外商業新報の編集局長であった、オバマトシナリの紹介で、石橋丹山に支縮する。1947年に石橋が公職追放されてから、政治家の多くが、 GHQ の顔色を伺って、石橋から距離を置くようになったが、石田は石橋の公職追放後も石橋側近を抗言してはばからなかった。1952年に衆議院議員運営委員長に就くと、破壊活動防止法を、はじめ約70本の法案が審議される。難しい国会運営を取り仕切り、吉田茂首相のワンマン体制に影響力を及ぼす。 存在になった。7月1日に開かれた自由党両院議員総会で、総裁の吉田茂は、増田孝師七幹事長の任期切れに合わせて公認に帰制議員である福永賢治の起用を目論むみ、議員総会の席上で、石田や暗い下田おら、青年将校と称された若手議員が増反して、議員総会は流会した。吉田は怒り、 総会議長の王や心臓へはまに転化したマッチを投げ捨てた。この自由党反乱事件を主導した石田は自由党内でも一目置かれ、後に自由党を離党して鳩山一郎の日本民主党に入る。1956年の自由民主党総裁選挙で石橋炭山陣営の選挙参謀を務める。石橋石井光次郎。 岸信介の3人が立候補した総裁選挙では、熾烈な派閥構想や、金券選挙が繰り広げられ、後の自民党総裁選のパターンを形成する枠名、高いものであったが、石田は金をばらまく代わりに、ポストの空手形を乱発した。1回目の投票では、岸信介223票、石橋151票。 石井光次郎137票でいずれも過半数を制するに至らず、大会規約により1位の岸、2位の石橋による決選投票が行われた。石田は舞台裏で石橋、石井の2.32連合を工作し、決選投票では7票差で石橋が岸を下して自民党総裁に選出された。 石橋総裁の誕生に大きく貢献した石田は石橋内閣において史上最年少で内閣官房長官に任命され初入閣する。総裁選で石橋を支持した池田隼人は大倉大臣に三木武夫は自民党幹事長に起用されたが石橋の病気によりわずか2ヶ月で内閣は退陣した。 石橋の大臣により発足した第一次元内閣でも、引き続き官房長官を務め、第一次元改造内閣では、労働大臣に横滑りする。労働組合に対しては、厳しい姿勢で臨み、頻発する、単行ストを違法ストに認定して抑え込んだ。第二次元内閣発足に伴い一旦労省を退任するが、第一次池田内閣で、 三井三池葬儀の収集のため、再び老将に任命される。皇居での認証式を終えた石田は、モーニングを着たまま九州の三井三池炭鉱に飛び、事態の収集に奔走中央労働委員会の仲裁裁定完全実施の、観光や ILO87 号条約批准問題に取り組み、戦後の労働行政の発展に大きく寄与した。百六十三年に、 月刊誌、中央公論に、保守政治のビジョンを発表。前年に、社会党初期長の枝三郎が発表した、枝ビジョンを意識したもので、社会の変容による6年後の政権交代を予期して、継承する内容であった。自民党議員が社会党へ、政権交代を予期する内容であったため話題を集めたが、自民党が、石田の論文に、危機感を抱いて、組織を引き締め、 かつ社会党は、党内の路線対立から、枝ビジョンを事実上葬り、石田の懸念は起用に終わった。1960年代から1970年代は、社会党や日本共産党、これらの党を支持する労働組合の支持をバックにした、主張が、全国都市部で当選して、革新自治体の増加が見られた。1964年、第3次、 池田改造内閣で3度目の老将に任命される。ILO87 号条約の批准に向けて、政府も本腰を入れ、衆参両院に ILO 特別委員会を設置して、関連法案の検討を実施し、国内法は5月14日に成立。6月14日に日本は ILO87 号条約の批准した。老将は、第1次佐藤内閣まで務めた。 石橋の退陣後に石橋派が解消して、以後は無派閥であったが、このまも旧石橋派のメンバーの中核的存在で、1969年の第32回衆議院議員総選挙を機に、旧石橋派の宇都宮徳馬、 千崎宇三郎や石田の秘書出身である山口敏夫、島村一郎、伊藤総一郎らを加えて石田派を旗揚げしたが、勢力拡大は進まずわずか2年で解散し1971年に三木派に合流する。1974年の参院選で徳島県選挙区が分裂選挙となった阿波戦争で、自派の久じ健太郎ではなく投稿人だった。 後藤田だまを支援し、派内から反発を受けて三木派を離脱して、無派閥となり、一時は、河野傭兵らから総裁選出馬を打診されるも、孤児して逆に、河野自身の出馬をそそのかし、河野らが新自由クラブを結成するきっかけを作った。1976年に自民党内から、三木下ろしの嵐が吹き荒れる中、 半三木の閣僚ラを更迭して発足した三木改造内閣で運輸大臣に任命され、一時は派内から追われることとなった三木首相を支える。三木の退陣を受けて発足した福田武雄内閣で四度目の老将を務める。1983年の第37回衆議院議員総選挙に出馬せず、政界を引退し、旧秋田一区の地盤は、 参議院議員から倉替えした、野呂田法政が引き継いだ。引退後に、大立市名よ市民の称号が贈られた。1993年10月14日に死去。78歳遺没。ソ連国家保安委員会東京代表部将校で1982年に、アメリカ合衆国に亡命したスタニスラフレフチェンコは、石田が、フーバーの、 コードネームを持つ KGB のエージェントであった、とアメリカ議会で証言した。これを受け、日本の警察と CIA が捜査を行ったが、石田については1983年に正解を引退したことから、機密情報の漏洩はなかったとされ、捜査は終結した。1992年に、イギリスに亡命した元 KGB 職員、ワシリー・ミトロヒンが持ち出した資料。 ミトロ品文書にも、上記同様の指摘がある。冷戦終結と、ソビエト連邦の崩壊を受けて1995年に、その存在が、明らかになった、ベノナにも、石田の名前があると言われる。AB、石田博秀。大立氏2014年2月13日閲覧。上田正明ほか監修、賛成堂編集書編。 コンサイス日本人名辞典第5版賛成堂2009年101ページ日本ニュース戦後編第127号 ILO87 号条約批准闘争電気連合の歩み電気連合 HP 内ゴッドさん ロイ、ダーティートリックス・オア・トランプ・カーズ、トランザクション・パブリッシャーズ、P145、ISBN 9長7807億6580万6994、中西テルマ中国の対日工作を予言していた米国、防衛官の驚愕証言に学べ、正論、産経新聞社、2006年4月。ありがとうございます。